箱根の地に新たなリゾートホテルが誕生しました。蔵造り風佇まいから芦ノ湖を見下ろす最高の景色をご堪能いただける雲海の宿、ホテル四季の館、箱根芦ノ湖。アプローチからエントランスを抜けるとヒノキの館にふさわしい木の質感漂うラウンジへ、芦ノ湖を見下ろす絶景の空間が広がります。ラウンジには日本の名画を網羅する今昔日本絵画図鑑にも掲載の日本画家合馬昭観試作天井地位日記月光をはじめ、館内全体に112点を常設展示、新しい美術館型のリゾートホテルとして芸術の街箱根にふさわしい優美な空間。お部屋は四季の情緒と和の風情を紡ぐ室内の異なる全30室をご用意しました。ヒノキのぬくもりと日本古来の色調でまとめた和の空間、安らぎと落ち着きをご提供します。さらに全客室に芦ノ湯温泉かけ流し風呂、美人の湯と称される露天風呂を完備。湯に入りながら眼下の芦ノ湖を眺める至福の時間をお過ごしいただけます。お食事は相模湾で採れた新鮮な海の幸をはじめ、季節の食材を生かした創作フレンチでご提供。日本伝統のおもてなしの心を添え、最上のひとときをお届けします。雲海の大浴場は芦ノ湖を見下ろす天空温泉、夕日が沈む芦ノ湖を眼下に見下ろす広大なロケーションの露天風呂と大浴場で、空の上のパノラマをゆっくりとお楽しみください。箱根を優雅に味わう、大人だから味わえる特別な時間、ここ雲海の宿、ホテル四季の館、箱根芦ノ湖で箱根の旅をご満喫ください。周辺で人気の観光スポットは何といっても勝負運や出世運、金運、恋愛運など多様な御利益が期待でき、関東屈指のパワースポットといわれる箱根神社と九頭竜神社、本宮に続く5つの鳥居と芦ノ湖に立つ平和の鳥居が見どころです。アクティビティでは桃源台港から箱根町港、元箱根港を結ぶ海賊船、湖上から見える箱根の景観は実に美しく、船内は 3D アートや海賊のオブジェなどご家族で楽しめる空間です。雲海の宿、ホテル四季の館、箱根芦ノ湖へは都内から車で約2時間、東海道新幹線小田原駅から車で約30分、箱根の観光拠点としてぜひご利用ください。日本ハウス、ホテル&リゾートグループの各ホテルではコロナ感染拡大防止対策を実施中、お客様に安心してご滞在いただける旅をご提供するために館内施設の衛生管理、お客様、従業員の健康管理、そしてウイルス感染防止に向けた3密回避の対策を徹底して取り組んでおります。